黄色とオレンジでね、お互いの好きなものも近くて、イメージはね全然個性は違うんですけれども、いっぱい2人で悔しい思いをしてきたって言ってましたからね。まあ、誕生日をお互い祝ったり、いろんなとこに遊びに行ったりと、たくさんの思い出を作りました。まあ、そんな仲良しの親友だが、プロレスラーとしては最後の最後、本気でぶつかり合いたいと楽は言っています。あのマリカ選手にとっても最後の後楽園ですからね、はい、今日入れたあと3試合です。次の日曜日ですもんね、8日ですもん ね、卒業マッチね、両国 KFC ホールが、お、さあ早速富樫マリカに眠ってもらうことになるんでしょうか。カウント2、おやすみエクスプレスからおやすみなさいコールの連携でした。さらにマックス時を狙いましたが、これはかわされて、ここ、あ、背中に一撃。いくぞ、来た、得意技逆水平チョップ、マシンガンチョップから、これ以前ね解説に入ってくださった小橋健太選手も喜んでましたからね、はい、そうですね、彼は自分のファンだとちょっと勘違いをしてしまって、自分に憧れてと思ったら、まあ、若干ちょっと違うところはありましたけれども、ね、アブドラ小林でしたからね、あと大橋敦ですね。まあ、あの小橋マリカという名前でね、コスチュームがオレンジで逆水平使った、それは無理もありませんよ。自分のこと好きかなと思っちゃいますよね。記念写真撮ってましたからね。撮ってましたね。でもこういう技なんかは本当にね、小橋健太を彷彿させるんですよね。あ、締めながらも何か慈悲に満ち溢れた、優しさに満ち溢れた表情を一瞬見せました小橋マリカ。そのまま胴締めで締め上げていきます。だが中の足がロープにかかった、エスケープです。これデビューで言うとマリカ選手の方が2年早いので先輩になりますからね、はい、だが小橋マリカ選手はね16歳でデビューしてますから、まだ20歳です。はい、まあ、卒業の理由も、まあ、20歳という年齢でプロレス以外にもたくさんたくさん興味のあること、好きなことをやっていきたいと、その時間を取りたいとね、非常に前向きな理由ですよね。本当にそうなんですよ。まだね可能性ってたくさんありますからね。でももしかするとまたプロレスに戻ってくるかもしれないので、東京女子プロレスに戻ってくるかもしれないけど、けじめとして卒業という言葉を使った。あくまでも卒業という言葉なんですね。あのこれまでもその受験であったり怪我だったりで長くお休みをすることがあったので、一旦ちゃんとやっぱり卒業という形でけじめを取りたいというのは小林選手の。おー、マックス時、ここでラクが動いた。だが小林マリカうまくフェイントを使って間を外していく。ブレンチョップ、なんだなんだ、非常にふわふわしたイメージのラク選手ですが、やるときはやりますからね。やりますね。まあ、本当に渡辺美優選手もですね、おお、フロントレックロック、これは小松まりかの得意技ですね。起き破りですね、ラク選手。入り方も上手かったですよね。小橋マリカがフィニッシャーとしても使っているこのフロントネックロックをラクが仕掛けてきました。さあリング、お、フォールフォールフォール、これは返さないと。このフロントネックロックをフォールで返していきます。ドロップキック、アップアップガールズ、プロレスの中でも渡辺美優選手、そしてノア光選手、シングルでもね非常に輝きを増してまいりましたので、そうですね、ラク選手はラク選手のスピードで、ラク選手の個性でどんどんこれまで以上にね、やっぱりこうプロレスを楽しんでってほしいなと思いますね。去年ねノア光に挑戦しましたよね。そうでしたね。ファイヤーマンズキャリーからローリングして上体が落ちたところにレッグドロップを重ねていきました小橋マリカ。さっきのフロントネックロックで火がついたか小橋マリカ。だが輝き、
させません。でも本当にプロレスラーだけですよね、その去っていく友達にこういう形で思いを伝えることができるというのはね。リングの中で会話しているドクターイエローを狙ったが、コバスの背技、おお、これですね、コバスマリカのフロントネックロック、スタンディングで耐えている、スタンディングで耐えているラク。ラクとしたらいくら仲間とはいえ、親友とはいえ、先輩とはいえ、去りゆく者に対してこれから戦う者のラク。